SNS 上での迷惑犯罪が一切なく、その多くが友人と共に起こされていることが明らかになったことから、政府は友人を作ることを禁止する法は友人禁止法を可決しました。おお、久しぶりじゃん。おい、バカ。おい、お前たち友人同士じゃないのか。違います、あの、彼は僕の妹の家庭教師なので友人ではないです。本当？クソ治安に行きたいな。座れ座れって。おい、お前その犬と友情で結ばれてるんじゃないのか。いや、私は飼い主ですから、ポチとは主従関係です。ならばお手をさせてみろ。お手だって。主従関係にない場合、たとえ犬であっても友人関係とみなされ、最寄りの警察署まで来てもらおう。そんな。もしかして道迷ってますか？ああ、嫁の時間。今日はここで夜を明かそう。で、それから男と女は別々に文明を歩み始めたんだけど、その時女たちは慰み者として今の猿の祖先にあたる動物を相手にしてたのね。そう、で、その時にその動物と人間の女との間に生まれたのが今の猿なの。だから人間の女も猿もキーって怒るってわけ。アメリカンジョークじゃねえか。アメリカンじゃないよ。アメリカンジョークだよそれ。え、じゃあ誰？アメリカ人誰？いっぱいいるからわかんねえよアメリカ人。よし、じゃあ今日はこの辺で一泊するか。OK。 おい、何してんだよ。首吊って下噛んで死ぬんだよ。なんでそんなことを。お前だって分かってんだろ。何のことだ。明日お前は時効を迎える。ああ、そうか。そういえば俺警察署に連れてかれる途中だったんだ。結局今もこうやって道に迷ったままだが、俺たちは明日犯罪者とその犯罪者を取り締まる者という関係性ではなくなってしまうんだ。そうしたら俺たちの関係性は一体なんだ。正直な話、この20年の間に俺はお前に友情のようなものを感じるようになってしまった。こんなこと国家の安全を託された者にあってはならないことだ。俺は俺の信念のために夜が明ける前に命を絶つ。お前が犯罪者であるうちに。いや、あんたが死ぬ必要はないさ。なぜなら今度はあんたが罪人として生きていくのだから。俺が罪人だと？ああ、これだけ道に迷って俺の時間を大量に奪ったじゃないか。あんたはもう立派な時間泥棒だよ。なあ、町へ帰らないか。俺たち明日からは善良な市民と立派な犯罪者として堂々と街を歩くんだよ。善良な市民と立派な犯罪者。そうさ、きっと辛いぜ。あんたはとんでもねえ罪を背負っちまったんだからな。そうして俺はとんでもねえ被害を被った、とんでもなく善良な、とんでもない被害者だ。じゃあ俺たちこれからずっと被害者と加害者だな。そうさ、俺たちはこれからずっと一生被害者と加害者だ。被害者。私たちは自分たちがとっくに友人以上の関係であることに気づいていました。だからこそいつからか道に迷ったふりを続けていたのです。